はようございます。釣り子 TV です。これ結構ね、楽しみにしていたんですけども、今江勝隆プロのですね、トップシークレット。こういったね、DVD が発売されていて、でね、価格はですね、4600円で買うことができたんですけども、こんな感じ。まあ、一目瞭然。こういうね、超アチールアがついてるんですよね。激アシャって書いてありますけどね。こういうルアーがおまけでついてきて、でね、まあ DVD だよっていうことでね、このね、組み合わせちょっといいなと思って、まあ最近はね、その YouTube であるとか、ほんとね、まあお金をかけなくてもいろいろトッププロの人がね、いろいろ、ご自身の YouTube チャンネルとかでね、公開されていたり、はたまた、雑誌社の YouTube チャンネルとかで、そのプロの方のね、すごい技が見れたりってするんで、まあ結構正直ね、この DVD を買うっていうのはね、もう何年ぶりかな。ね、もうめったにね、わざわざお金かけてね、こう買うことはなくなってきてしまったんですけども、でも、これは買いでしょうって、欲しいよなと思って、ね、4600円、そんな安いもんではないですけども、買っちゃいました。ただ、よくよくね、買ってみて思ったんですけども、今回ね、こういうおまけがついてくるんですけども、これ、まあ、激アシャってことで、まあ、激アサシャットみたいなルアーですけど、このルアーをね、例えば買ったとしたら、まあ、こういうのって大体1800円とか、まあ、2000円近くしたりするじゃないですか。するってと、今江プロのトーナメント最前線のね、秘密にしておきたいようなトップシークレットな技が、映像から見ることができて、なおかつルアーもこれ変えてって感じで考えると、まあ2000円そこそこでこのすごいテクニックがね、DVD が変えちゃう。これはコストパフォーマンス的にすごいいいんじゃないかなと思ってね。まあまあつらつら語ってましたけども、早速どんなね、セット内容なのか見ていきたいと思いますが、DVD の本体に、こういうパッケージですね。激ヤシャって書いてありますけども、こんなスペシャルルアーがついていてっていうことで、3D リアリズムカラーですね。はい。ね。このカラーが 3DR シラサスジエビっていうね、カラーなんです。ちょっとこれ開けてみたいと思いますね。うん、パッケージはこれ激ヤサシャットなんですけど、このシールで激ヤシャって書いてある。ね、お、かっけえ。これは、これかっこよくないですか？これ。おぉ！これリップ！これは、ねえ、オリジナルでもね、ラインナップされていたらね、買っちゃうよな、なんていう、すごいセクシーなカラーのこんなスペシャルおまけルアーがついてきておりますが、ちょっとね、気になったんで、ね。はい。激アサシャット。これと並べると、こう、一目瞭然ですね。まあ、遠目で見ると、同じような感じのリップ素材違い、色違いなのかなと思いきや、このお腹周りの形状なんかもね、全然違うんですよね。うおー、これ、ね。まあ、最終のプロトの時に、こう、いくつかのね、この形状、A 形状、B 形状、C 形状とかいろいろ出てきた中で、あんまりにもボツにするには惜しいから、まあ、ごく少量だけ限定でね、生産して出してみちゃうよっていうね、こっちの方がよりまあ、ちょっとシャッドライクな形状だったから、こっちがね、激アサシャットとして世の中に生まれたんですけども、でもこれも絶対魅力的だよね。いいよねっていうことで、こういうちょっとした、なんだろう、限定でおまけでついてきたり、その各イベントで、購入できたりっていうスペシャルルアーっていうことなんですよね。今回はこのルアーがおまけでついてきて、で、まあ、こっちがね、本ちゃんですけども、すげえテクニック集の DVD がついてきてっていう、こういうことなんで、これはかなりお得なんじゃないかな、なんてね。まあ、ちょっとね、重さの方もね、測っておきたいと思いますけども、ね、従来の激アサシャットが7グラム。
この激ヤシャっていうのは何グラムぐらいなの？そんな変わんないですね。 7.1g っていう風に出ていて、で使ってないんでまだ何とも言えないんですけども、両方50センチ前後タカ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 とこう同じようなレンジを攻められるよっていうね、こういうルアーみたいなんで、ただこのカラーとあとねザリガニみたいなカラーがねおまけで選べたかと思うんですけども、どちらかっていうとこのお腹のぷっくり感も含めて、これエビの頭の方顔みたいにこう描かれてるんですけどもね、あの手長エビなんかあの霞水系とかで変色してる時とかね、なんかエビに向けてボイルしてる時があるんですね、バスがね。なんかそういう時にこれ入れてね動かしたら、このカラーの感じとこれ食っちゃうよななんていう風に思いますので、これがねついてくるっていうのはねかなりね熱いなね。で、本題の方はこちらですよね。あ、トップシークレット、これに関してはね、まあ、実際に買ってみてもらって、で中を、みんなで見ようっていう感じなんですけど、まずはねちょっと俺の方もねこれ何分だ、135分ねあるんで、これちょっと今、見てきますね。でどんな感じだったのかね、中は、まあ、言えないですけどシークレットですけども、なんか見どころこんなところですごかったよなんていうのないかね、まずはね実際に自分で見てね、感動してきたいと思いますので、少々お待ちください。はい、というわけでね今一気見してきたんですけども、本当だったらねあのチャプターごとにあの仕事終わった後に大切に一つ一つぐらい見ていきたいっていうようなね、そんな感じだったんですけども、まあせっかく買ったんでねあの動画で紹介したいということで、バーッと見てみたんですが、本当現代のトップシークレットですね。ちょうどあの JB トップ50のあの黒田プロが今井プロのあの昔のね著書のトップシークレットのところね、あれすごい本だったんですよっていうことで紹介して、また、本の人気が再燃してるっていうことですけども、本当現代のトップシークレットですね。綺麗な映像で分かりやすい解説で生の声で、すごいね雑誌とかではちょっと分かりづらかった、画像とかでは分かりづらかったテクニックがですね、ものすごい分かりやすく見れちゃうっていうね、これはちょっと恐ろしい DVD だなっていうことで、まあ中身の内容とかね、これあの絶賛発売中なんであんまり言っちゃつまんないなとは思うんですけども、気になったところで言うと前半戦の土手返しっていうテクニックね、これねあのびっくりしたなっていうところと、あとはですね今勝のアベンタシリーズのどうやって使うかね、どれをどうやって使うか、これはね映像で見れてよかったなと思って、まあなんとなくは買っているし、なんとなくは持っているし、なんとなくは釣れているしっていうね、そんな感じのところが、あ、こういう感じで使うんだっていうのがすごくわかりやすくね知れちゃったっていうね。あとはですね、まあ恐ろしいほどの、まあ、情報量があったなっていうことで、135分っていうことで非常にね充実の時間ね、途中でちょっと垂れるかなってね、まあ最近 YouTube とかってね短めの動画をパパッと見てっていうね、そんな動画視聴に慣れていたんで、135分長いな、どうなんだろうと思ったら、ものすごい濃密な濃いですね情報量で、あっという間に、最後まで、見てしまったっていうね、まあ、ここら辺はもう見たら、ああそうだなっていう風に感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけども、最近の中だとギルロイドジュニアのね、使い方秘密なんていうところもすごいね具体的にね、ああこういう感じなんだっていうのが分かったんで、ちょうどねこのねギルロイドベビーなんかも登場したので、まあこれなんかはねこの中には出てこないんですけど、なるほどこういう感じなんだって、へえーなんて言ってね、まあこれの使い方に応用できるようなね秘密も満載だったりとかですね、まああと自分の個人的に一番気になっていたところだと、バスロイドジュニアのね秘密ですね。あの雑誌とかだと本当着物までは多分
公開してなかったんじゃないかなと思って、こういう使い方なんだっていうところもね、ちゃんとね、しっかりとね、見ることができたのと、あとはですね、非常に困ったのが、エバーグリーンのスーパーエアリアルっていうね、あの高級ロットがあるんですけども、あれが欲しくなっちゃうっていうね、すごい困った状態にね、めちゃくちゃね、あれ高級なロットで、ね、あの昔の名作ロットのリバイバル、まあじゃあ昔の中古で買えばいいのかなとか、なんかね、いろいろ頭の中でね妄想してたんですけども、この DVD 見ちゃうとね、あのスーパーエアリアルレジェンドがね欲しくなっちゃうって、非常にね危ない DVD ですね。そんな感じで一気に見ることができたんですけども、バス釣りする人だったら絶対見ておいた方がいいね。これは確かに無料で公開できる情報量を超えてきちゃってるなっていうのは、まあもちろん、あの本当に綺麗な編集であったり、まあテロップ、あ、これは分かりやすいなっていうね、あの YouTube なんかやってるんで、その動画なんか自分で編集なんかもするので、そういう観点から見ても、あ、もうプロの人がプロの機材で、で編集の人もプロの人がものすごい分かりやすく見やすく編集すると、バス釣りの動画ってこういう風になるんだなっていうのが、さすがにね、すげえなっていうね、ちょっとね、もう今ヘトヘトですね。でまた車なんかにも積み込んでね、あの細かく見て、何にしてもね、バス釣りに行きたくなっちゃうってね、もうこういうルアーとか、まあこういうルアーとかね、こういうルアーとか、もうね、まあそっか、あとはまあコーヒールアーとかね、もうほんとね、釣りに行きたくなっちゃうよなっていうね、そういった仕上がりの DVD なんじゃないかななんて感じたので、なんかね、あのお家の時間も長いしななんていう時に、これね、超絶ね、ほんとね、暇つぶしって言ったらあれですけども、これを見続けることによって確実にバス釣りのテクニックね、情報量頭の中でね、かなり増えますんで、買って損はないなっていう。一番やっぱ釣りを上手くなる上で、自分の中でこれが間違いないんじゃないかなっていうのは、上手い人と一緒に釣りに行くね、真横でそのテクニックを体感するっていうのが、一番釣りが格段にね、5年とか10年ねまたぎで上手くなっちゃう秘密だと思うんですけども、このね DVD でそれがもうできちゃいますね。あー、このルアーをこんな距離感でこんな感じで投げれば、でこんな巻きスピードでこんなラインの太さで使えばいいんだっていうのが分かっちゃうんで、そういうのね、自分で一個一個、潰していきたいなんていう人はね、もう見ない方がいいかもしれない。でも60アップのバスとかね、そういうのまあ俺も釣ったことないんで、どうやったら狙えんだろうなとね、もう格段になんか勝手に釣ったことないのに、俺今すごい60アップに近づいてる気がする。まあそんな感じのね、独語感というか視聴後の感想がね、心の中に宿るような、そんな DVD になってますので、結構雑誌なんかでね、リアルガチなトーナメントで今井プロがその60アップゲットしてね、ドヤーってね、ぶつ持ちしてる写真とかは見たことあるんですけども、それをトーナメントの中でどうやって仕留めたかとか、そんなこんなが詰め込まれた DVD なので、これはね大注目、もし余裕があったら絶対買った方がいいね、そんな DVD になってたと思います。はい、でね、こんな感じの激ヤシャシャットもねついてきちゃうって言います、スペシャルな状態になってるので、力強くこれをねお勧めしておきます。というわけで、本日の釣り子 TV は、いよいよ出たですね、今井勝隆プロのトップシークレット、この DVD を買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。